とシャ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 スタジオ作りの続きなんですけど、楽しみに待っていてくれた人、ありがとうございますということでやっていきましょう。それではレッツゴー。はい、ということでちょっとね、飾り付け終わったんですけど、まだ自分の要素が入ってないとちょっとつまんないかなと思ったので、ちょっとね、パパがアプリで作ってくれた、この T シャツをこれをね、ちょっともうちょっと大きいのがいいと思ったけど、飾りたいのでちっちゃい方が可愛いかなと思ってちっちゃいサイズにしました。多分ビチビチで着れると思うんですけどここにサインを書きたいと思います。この白いマッキーで書きます。書いていきます。ちっちゃい？いや、ちょうどいい。大きくしなくてもいい。ちょっと痛くなっちゃったけど、もういいんじゃない？行きました。はい、ということで今から作るものがあるので作ります。これはちっちゃいタマリン、サンがしらけとる。しらけとるサンが。しらけた。面白くなかった。面白かった。はい、ということで、今全部飾り付けを終わったので、今から皆さんに見せたいと思います。それでは、どうぞ。早速、見せたいと思います。ビフォーもう撮ってねえし、アフターアフターアフターこんな感じ、うん、で、全体はこんな感じなんですけど、ちょっと細かく説明します。ここはフェンスに飾り付けを頑張りました。はい、じゃん、こんな感じです。で、このね、ポスターはここにちゃんとコッコちゃんと私がいるんですけど、裏腹を歩いた時に撮った写真で、裏腹をイメージしてこの部屋を作ろうかなって思ったので、すごくこの写真がちょうどいいなって思って、あと黒白がこのお部屋に入ってて白黒ねがいいと思いました。
ということで、次はこっちのエリア。こんな感じです。上の鏡は YouTuber の方たちが遊びに来てくれた時にセットできるように、この照明付きの鏡を用意しました。で、今も普通に使ってるスーツケースがこの部屋にあったらないと思ったので飾って、あとはここがね、撮影する場所です。ここはあんまり変わってないんですけど、こんな感じです。と、この壁はココちゃんのお母さんがデザインしてくれて、この絵と文字はココちゃんが描いてくれました。これめっちゃ上手、本当に上手。これ見て、ココちゃんとココちゃんのママありがとう。ってことで、こんな感じでした。ということで、どうだったでしょうか。思った通りにできたので、これからもここで YouTube を撮って頑張りたいと思います。それでは、あ、そう、サンちゃんがねずっとサンちゃんがずっと映ってくれたので。